最速公開、コロコロチャンネルだけの独占スクープ、12月19日公開、映画妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だにゃん。今回の映画はとにかく盛りだくさん。コロコロチャンネルを見ている君だけに他では見れない映像をお見せします。エピソード1、死んでます。なんとケイタが妖怪に。エピソード2、ジバニャンたちが大暴れ。エミちゃんをハッピーにするニャン大作戦を決行するニャン。エピソード3、コマさんに弟が人間。エピソード4、今年のサンタ当番だに。ウサピョンがサンタ当番。見たぞ。ここからはコロコロチャンネルを見ている君だけに5つ目の物語をちょっとだけ見せちゃうぞ。閻魔大王様はご病気になられた。人間界の恐ろしき病、インフルエンザ A 型。なんとよってしばらくの間、妖魔界のことはこのヌラリヒョンが取り仕切る。大王様の療養を妨げぬよう部屋への出入りを禁ずる。その頃、ケイタたちは、うわー、実家に帰る。お世話になりましたにゃ。なんで、どうして、こっちは一体どうしちゃったの。重大な妖怪の事情が。教えてと言われましても決して言えません。はい、閻魔大王様が人間にインフルエンザをうつされて、人間たちと仲良くすることが禁止されたにゃ。言うとれないかい。インフルエンザって閻魔大王意外と普通なんだね。うわー、なんてこと。そんな軽口が大王様のお耳に入りましたら反逆罪で200年ガシャボールの刑に処されますぞ。まあそんなことより、妖怪と人間が仲良くするの禁止なんてなんとかならないの。と言われましても、ちょっとやそっとでは打つ手などあるはずが。手はある。そう、あります。ふゆにゃ、ここは閻魔大王様の代理であるヌラリヒョン議長に直談判するしかない。直談判って言ってもどうするにゃ。協力してくれる者を集めるんだ。すでに妖怪お知らせッターに書き込みしてある。今日の正午、ハチ公前に集まってくれとな。はい。人間と妖怪のつながりを大事にしたい、そう思いやってきたのは、遅れてすまんずら、コマさん、ウサピョン、ダニ、イナホ、ジャッジ、集まった全員でいざ出発と思いきや、え、ああ、ジバニャンが半透明に見える。まずい、お互いが見えなくなり始めている。おそらく人間と妖怪のつながりを断ち切る妨害電波のようなものが妖魔界から出されているんだ。ヌラリヒョン議長は人間と妖怪の関係を完全に断つつもりらしい。すげー、消えた、ジバニャン消えちゃった、どうしよう。ケイタたちが完全に見えなくなったにゃん。これからどうするにゃん。仕方がない、ここからは妖怪である俺たちだけでのミッションとなる。ワクワクするずら。まずは妖魔界のワイハーリゾートへ向かおう。ヌラリヒョン議長はそこにいるはずだ。いざ妖魔界へ。人間と妖怪の運命は、続きは映画館で。妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だにゃん。12月19日は映画館へゴー。バスターズのゲット組と連動した入場者メダルもゲットだ。
ル登録よろしく。とろチャンネル登 登録、はい、登録はですね、はい、簡単です、はい、この画面の上に出ている登録ボタンをクリックしてくれればすぐ登録できます。そして下の赤いボタンチャンネル登録を押しても登録できますよ。よろしく。